チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国政府、反日団体、バンクと手を組み、韓国文化と歴史を広めると公言、何でも韓国起源、万能壁画、が登場か、についてです。さくらちゃんと、みさきちゃんと、ウォーキング。途中、デニーズでおすすめのいちごパフェを食べて大満足。何のためのウォーキングなのか、うちに帰ってから気がついたマリナです。これ、どういう宣言ですかね。韓国発で、なんかとんでもないニュースを流してきましたよ。政府が積極的にやろうっていう活動だそうですので、注目しないわけにはいきません。2月27日、韓国聯合ニュース。正しい文化、歴史を世界へ、政府が市民団体と活動展開、韓国、から。韓国文化体育観光部が、インターネット上などで、民間外交を行う韓国の市民団体、バンクと手を組み、韓国の文化と歴史を正しく広める活動に乗り出す。活動に向けて同部は、27日にバンクと業務協約を結ぶ。同部とバンクは、世界が、K-POP や韓国ドラマなどの K、韓国、コンテンツに熱狂しているが、その土台となる韓国の歴史や文化についてはよく知られていない上、間違った内容が広まる場合があるという、問題意識を持っている。協約締結を機に、韓服、韓国の伝統衣装、ハングル、キムチ、テコンドー、伝統音楽、伝統舞踊など、韓国固有の文化をわかりやすく説明する、韓国語と英語の資料を制作する。資料は同部所属機関の海外文化広報員の外国人韓国文化活動家、約7000人、バンクのグローバル韓国広報大使、約2万6000人に提供し、韓国の文化と歴史が正しく広まるよう、力を注ぐ。海外の博物館、美術館など文化施設が提供する韓国関連の情報の誤りを探し出し、正す活動も展開する。同部は韓国文化院、28カ国、33カ所。韓国観光公社の海外支社、22カ国、32カ所。韓国コンテンツ振興院、海外ビジネスセンター、9カ国、10カ所を活用すれば、バンクとの協力事業にさらに弾みがつくと期待している。文化体育観光部って、れっきとした韓国の国家行政機関で、日本で言えば文化庁、観光庁、スポーツ庁にあたるところ。そして、バンクって、韓国の反日プロパガンダによる情報宣伝工作を行っている団体です。正式名称、ボランタリー、エージェンシー、ネットワーク、オブ、コリア、通称、バンク。ずいぶん前に、ラブリー日本でもご紹介しています。日本海の呼称を、東海に変える活動に精力的だし、東京五輪の際にも、防護服を着た聖火ランナーのポスターを掲載して、嫌がらせをしたり、時には、サイバー攻撃とか、スパムメール攻撃とか、ロンドンの飲食店が旭日旗を使ったら、市長にねじ込んだりの、猛攻撃とかえげつない連中。市民団体、バンクと手を組み、って、それってやばい宣言だよね。まあ、もっともこんまで手を組んでいたってこと、公にしてなかったけど、やってたよね。ムンチャン時代は手を組んでいたよね。資金出してたよね。それを今度は公然とやろうっていうことかな。本格的に反日をするっていうことかな。ニョルニョル大統領が進めている日韓の関係を改善しようというのは、こういう意味での改善。韓国のやってることは裏表が激しすぎるし、こっそり資金提供ならまだしも、政府が手を組むって言っちゃったら、それはもう反日宣言ではないですか。テコンドー、空手の起源で相撲、剣道、柔道の起源だっていうのかな。万能壁画の登場だろうか。ちゃんとした歴史、世界中で起きたことと照らし合わせて、ちゃんと分析して、とにかく、世界に広げる前に、韓国国内に向かって、韓国の文化と歴史が正しく広まるよう、力を注ぐのがよろしいかと思いますけどね。我が日本外務省も、こういう大声で、大人数で、
至るところで騒ぎ広める大嘘。どう叩き潰すか、真剣に考えないといけない、そういうことなんじゃないでしょうか。何がどうあっても、無理して仲良くする必要はないですよね。防衛面で米国を間に置いた、最低限の連携を密に取ればそれで良いでしょう。本気で友好を図る気がないのは、明らかに韓国側ですよ、どう見ても。河津桜祭りにママと行ってきました。綺麗でした。3月5日までやってるようなので、ぜひ皆さんもどうぞ、おすすめです。あと数日ですが、もう1回くらい行きたいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。